皆さんこんにちは、谷口信輝です。なんとですね、また新たに車を増やしてしまいました今はね、またかよっていう声が聞こえる気がしますけれども、いいじゃないですか、車好きなんだもん。新たに加わりました車はこちらです。レクサス RCF です。5リッター V8 っていうね、エンジンがもう多分この先なかなか出てこないと思うんでね、そういう意味では貴重なエンジンかなとも思いますし、でこちらの車を使ってちょっと遊んでみたいなと思いまして、ちょっとドリフトしてみたり、ちょっとつくばでタイムアタックしてみたり、今日このアタックっていうイベントに来てますけども、この主催者のね、青木くんっていうのが RCF でつくばの1分切りをやってたりとか、最近ちょっと RCF が少しどんどんこうみんなのこの遊べる車の枠に入ってきてるところもあると思うんで、まずは一発目のドノーマル、今日はもう本当にドノーマルです。これで一旦つくばを今日走って、まあだいたい何秒ぐらいだなとか、何やりたいかなと、改造をね、果たしてこの車が楽しい状態になるのかどうか、これからちょっと追っかけていっていきたいと思います。僕のヨタ8、ノブ8がですね、1分9秒台だったので、一応打倒ヨタ8で頑張ってみたいかなと思います。多すぎです。快適です。筑波サーキット走るには、お、車線レーンキープアシストはいらない。
今回のこのね RCF、つくばデビュー、つくばデビューどころかシェイクダウン初乗り、超ドノーマルに超普通のタイヤで、1分6秒5でだったんで、まあまあまあここをスタートにこの先ちょっとチューニングしてどれぐらい上がっていけるのかってとこだったり、まあなんとか遊んでる感は見せれましたけど、まあ、まだまだねこれ乗ってて楽しいって感じじゃないんで、ここからです。はい、ここからちょいちょいと鍋にいじってもらいたいと思います。また巻き込まれた、また巻き込まれました、巻き込まれた、ね、これわーってまた遅くなりますからねN ステージにやってきたけどなんかシールがなくなってる、見えねえ。おい、やってる、やってるね。お一人ですか？お一人ですね。どっちも撮ってます。あ、どっちも、はい。鍋が一人でノブチャンネルの撮影やってます。さあ RCF やっとります。お、ハンドルが変わってます。これパドル触って平気？大丈夫です。お、いいじゃん。 まずノーマルステアリングを交換して、TND ベルテックスのステアリングに変えました。そして、このパドルがねナイトページャーさんに特注で作ってもらいました。これをなんかないもんね、確かね。ないですね。ないよね。はい。素晴らしい出来ですね。今日は純正 あのステアリングについてるパドルの信号をちょっと解析して、ハンドルを取り替えちゃうという、ことをやりたいと思います。これまあエアバッグを、はい。じゃあお願いします。はい。やります。こんな感じですね。はい。拾う線は何のパドルですかね。パドルの線ですね。パドルのギアのアップとダウン、それから元に来ている信号線がどんな感じで流れていってるかを探ります。はい。はい。
ここだと大体分かったので、はい、ギアがアップダウンするかどうかの信号を調べたいと思います。はい、はい、タイヤは浮いてるんで、はい、はい。じゃあちょっとエンジンかけます。はい。はい。で、ドライブに入れます。はい。で、マニュアルモードになりました。はい、マニュアルモードですね。はい、散策。4速で、ギアを下げます。下がってますね。はい、2速1速という形で信号が今のところ順調ですね。順調ですね、はい、あとはパドルにこれをつなげれば、はい、完成ということです。こちらをつけていきたいと思います。さらにもう一つ、ドリフトといえばデフ、デフといえば LSD、 こちらの方も TRD さんの方で組んでいただいたので、こちらの方をつくと思うんですけども、つけていきたいと思います。はい、こんな感じで組み上がりました。まあ、ハンドルを変えると言ったらボスですよね。ワークスベルさんのボスになります。ハンドルは T&E ベルテックスのアドバン横浜コラボですかね。はい、増し締めも終わり、ホーンボタンも取り付けました。はい、こんな感じで出来上がりです。そう、こいつアクティブデフがついてんだよね。はい、この両脇によっ、あ、それね、はい、あ、これが厄介なんだ、あの、いらないんだ俺たちにはね。そうですね。おお、だいぶ長いね。そうですね。そりゃそうだ。これは何をやってるのかというと、この車のデフの横にトルクベクタリングというか、あの、アクティブデフのなんかコントローラーが横についてるから、その分このね、ドラシャが短いんで、これをヤフオクで買ったんだよね。はい、ポチりました。ヤフオクで。はい。果たしてこれだけあれば、つくのかどうかっていうところがやってみないとわかんないんだもんね、この辺が。そうですね。なんか部品が違わないのかとかね。はい。やってみたこと、もの、やってみたらなんかダメだこれ違うとかならなきゃいけどね。そうですね。コンペティションギア、レーシングハーネス、HPI、ダダーン、出ました。なんだ、この柄はっていうような、お相撲さんの柄です。派手ですね。はい、ジャパニーズレーシングベルトでございます。さて、ついでに180。進んだ気配がございませんな。別の仕事があったから、はい、お、この段ボールはもしかしてこの車のかな。そうです。ブリッドのシートが届きました。いいね。はい、こちら、これがね、この RCF に装着されます。フロントはよっこいしょ、アドバンのですね、アドバン A052 ですね。ハイグリップタイヤ、切れないです。切れない、そうか、はい、052。そしてリアはアドバンの、今これ APEXV601 ですが、もっとグリップがない方が良かったな。フロントとリアとでグリップ力の差を出したかったから、これだとちょっと食っちゃうよね。そうですね。ね、オートマだから直しやすい方が。そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。
それなのよ。まあしょうがないな。お、出ました。HKS ハイパーマックスダンパーですね。リアス。はい。リア。これなんだ。あ、クリックリだ。はい。室内まで、室内違う、トランクかな。トランクの中に引っ張っていくやつだな。はい、そうですね、頭に。はい。アクレのブレーキパッド。おお、でかでかすごいな、でかいな、20センチぐらいは、はい、まあ運転席外すじゃん、助手席外すじゃん、はい、で後部座席外すじゃん、はい、さてこれが何キロあるのかね、ちょっとだったり、はい、やっぱりこれ椅子外すことぐらいしかないよね。そうですね、前と後ろと。現場からは以上です